皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、4月の8日、19時12分、プロ野球界の皆様へ、この間アップロードした動画で、まあ、サッカーの試合との特典のこと云々とかいろいろ述べてましたけども、まあ試合終わってからそのロッテの投げてたピッチャーがその佐々木朗希投手で、しっかりと、勝ちがついたというところで、よかったなと思っています。まあ、阪神タイガースの試合 を行いながら、その基本的に頭の中ずっと取られっぱなしの状態なんですね。で、言葉のワードとかもいろいろ組み上げたりとかもしていたりとかも、そういう部分もあるんですけど、基本的に多分その時はロッテの選手の方に行ってたんだと思うんですよ。後からその1イニングで、4得点を取って、逆転してるんですけども、ただまあ、その辺のところで、まあ、阪神タイガースの試合で言うと、2対1でリードをされてる時に佐伯投手がね、そこをもうリードされてるから次絶対その打席の時は代打でしょっていう時に、なんか解説席から聞こえてきた時はこれ どうなんですかね。その時ね、本当に阪神タイガースの解説席の人たちが言ってました。次のイニングも志願登板するようですとか、なんかそんなこと言ってたんですか。絶対違うでしょ、そこ。いや、けどね、一応カメラ見たらね、ヘルメット被ってたから、僕もそこ我慢の結果、笑うな言われても無理やから、真面目な行動してたとしても、笑うときは本当笑ってしまいます。本当もう、無理や、そこ違うやん。いや、絶対そこ大変だよ。ちょっとだけ笑った。まあ、僕の方はね、そんなに野球のセオリーか、外れすぎ。もう終盤に来てるんだから、一点リードされてる立場、そこ絶対ピッチャーのとこ大変だ。阪神タイガースの性質として中継ぎ抑えの数はものすごい揃ってる、余って肉いってる人いるみたいだった。どう考えてもそこ大変だな。そこみんな全員野球の話を忘れてます。阪神タイガースの人たち、まあどうせ他球団の人たちが聞いたらさ、自分たちの方で全員野球使ってくるんでしょ。これ後から整理整頓ちゃんと考えたら、そのまあ夏場を見越して、その体作りだとか、バテるバテないだとか、その辺のところで、あんまりその最初の方からすごく負担をかけないっていう方向性でしっかりと考えなかったら、まあ、大事な夏場の時期に、ある程度選手2軍と、その、入れ替えるような形で、物事、行う方が、例えば今は2軍、まあ、2軍に湯浅投手がいるんですかね。まあ、いろんなことを総合的に考えると、まあ、そういうことだったんですね。テレビの放送で見て、分かったんですけども、夜のね、報道番組の、佐々木朗希投手が、次のイニングを志願して登板っていう。で、まあ、佐伯投手に関してなんですけども、まあ、去年はちゃんと、フォークボールしっかり落ちてたと思うんですけども、まあ、失投はまずなかなかなかったはずだと思います。で、昨日の試合に関してフォークボールが全く役に立たないフォークボールになってたじゃないですか。なので、僕もね、まあ、その辺のところで、まずフォークボールをしっかりと、投げれる状態に直さなければならないっていうことで、まあ、それはキャッチャーの坂本清志郎選手もそのことに、坂本清志郎選手でしたよね。あんまりその梅野選手とその、どの試合かどの試合が僕もわかんなくなるから、後から一日置いて、まあ今日は休日日ということでね、もうこんなにヘラヘラ笑いながら、話してるんですけども、
まあ、フォークボールがしっかりと扱えなかったやっぱり不利感っていうのはありますから、投げた時からもう低めのボールで、で、ホームベースの手前のところでもうすでにワンバウンドしてるようなフォークボール、もうプロの世界であれ振る人まずいませんから、よっぽど調子悪いバッターだと。何が聞こえてきてるのか、そう。次のボール来たら絶対打ちに行こうとかで、こう、選球眼ゼロになってる人は、あのボール、まあ、上に行ってしまう人出てきます。あのボール そんな方法、そのボールを振りに行っても僕笑ったりしませんから 試合の勝ち負け取り組んでる時 普通は振らない 最初から。だって、ストレートだったとしても、ボールゾーンなんだもん。膝より低いところで。フォークボールの性質は、ストライクゾーンから急にカコーンと、もうすごく落ちるときは30、落差、本当に30センチぐらい、本当にストーンと落ちるような、ストレートからの軌道で落ちるから、だから空振りが取れるっていうものであって、最初の投げてる位置の、そのストレートの軌道で見たとしても、最初からそれ、低めのボール球だから。振り返り、振り返り。そこでフォークボールでワンバウンドです。もうホームベースの手前で、もう阪神タイガース側で試合を取り組んでる僕からしたら、これはまずいなと。最初の方のイニングから。そのフォークボールがまずい状態になってる。春の選抜高校野球の、その石川県の高校の人たちを活躍させてあげなきゃならないっていうことで、日本航空さんの試合だったんですけども、やっぱりもうそのプロと、そのやっぱり高校野球の人たちでも、やっぱりはっきり分かるのは、頭の中貸そうとしても、まあなかなかうまくいかなかったりする分とか、貸してるのにバットが止まらなかったりとか、やっぱりあるんですよ。その辺のところで、選球眼にしては、やっぱり、プロと、高校生、甲子園に出てくる人たちでも、やっぱり、だいぶ差があって、日本航空さんなんかは、相手ピッチャーの、フォークボールで、この間、才木投手が投げていた、ホームベースの手前でワンバウンドする、ボールをね、日本航空さんは、振ってしまってたんですよ。で、ただ相手投手の人も、もともとフォークボールって、で、そういうものじゃないっていくらでも分かってると思うんですよね。で、投げたくてあんなボール投げてるわけじゃなくて、むしろ嫉妬だと思うんですよ。で、その辺のところの、もしかしたら、修正しなきゃならない部分が、まあ、そういう内容が我々の方に来ていた可能性がある。神がかり的な力の世界で言うと。だからまあ、その辺のところで早いイニングでフォークボールしっかりと、しとないようなところに立て直せたっていうところが、まあまあ良かったところといえば良かったところで。だからまあ、最終的にある程度のイニングを投げて、6回ぐらいまでは投げてたんですよね、確か。で、5回までは絶対投げてたと思います。で、まあ、フォークボールが修正できたのと、あと、2対1でリードされてる場面でしたっけ？ランナーが、溜まっていて、村上選手バッターボックスで、ただし2アウトという場面。で、まあ、才木投手を応援してくれてるかもしれませんけども、僕からの心の声に関して、淡井圭介の世界戦の実績がありますと。そういうことは、心の声で伝えて、まあ、才木投手の様子を見る限り、その声は聞こえてたと思うんですけども、その時ですね、村上選手に対して、確かカウント3ボール2ストライクのフルカウントまで行ってましたよね。で、そこでね、それまで、いわゆるカットボール、左打者に対して、まあ、昔でいうシュートのような軌道のボール、内側に食い込んでくる左バッターに対してのボールなんですけども、それまで、そのカットボールに関しても、コントロールがなかなか、ストライクがなかなか取れない。まあ、相手バッターが振ってくれたら、儲け者、まあ、助かるみたいな、ボールだったんですよね。で、そのカットボールを今まで、村上選手とかも、他のバッターとかの様子とかも、当然見てると思うんですよ。で、そのカットボールに対して、村上選手からすると、ずっとストライク入らないから、ほとんど。多分、
カットボールが来てもストライク入らないだろうな、があったと思うんです。で、そこで、ああいうふうな、本当に、あの場面でもう一打打たれたら、もう試合がこう決定されそうな満塁だったと思うんですよ。で、相手村上選手でしょ。そこ抑えると抑えないでは、だいぶ話変わってくるっていう状況で、ちゃんとストライクゾーンを通過する、カットボールがいってる。で、あと、うん、まあ、その、今回そのプロ野球界全体へのそのメッセージということにしてるんですけども、また話がね、あの、山本投手で気づきましたよ、ドジャースの試合。昨日のテレビの放送だから、その前の日の晩、だから僕は睡眠時間、5時間寝たかどうか、本当のとこ4時間くらいかもしれない、本当に。そう、半殺しにされてるって。これ、1日24時間じゃないですか。1日8時間は睡眠時間。1日8時間は働く時間。あとの8時間は自由な時間。っていうのをね、僕、小学校の頃、学校の先生に習ったことあるんですよ。まあ、実際は、そこの自由な時間の中に通勤時間とか、食事をする時間とか、休憩時間とか、いろんな時間が入っていて、まあ、自分の自由な時間、本当に自由な時間っていうものはなかなかないっていうのはこの世の中の実態なんですけども、その、睡眠時間、その8時間の話から、睡眠時間4時間なんか、半殺しにされてるっていう、もう昨日本当にね、もう精神的にも、本当、もう言葉のワード自体がもう頭の中はもう意識朦朧の段階に、ロッテの方にも供給して、もう いろんな状態、もうそれでもう、もう自分の中ではもう途中で、他のね、球団の状況とかもしっかりと確認しなければならないっていう方向性でその日は生きてますから、試合中にも、途中経過、他の球団の状況とか、見ていて、もう3対0で横浜ベイスターズがリードされたりしてるところも、もうこういう状態なんですよ。本当は、なんとかならへんのかっていう、なんとかしてくれっていう状態で、で、まあ、試合の状況、その、どのイニングで満塁になってるとかわからないんですよ。横浜ベイスターズの試合の状況。で、あれ、その、詳細を見たとしても、その、記事的なところのリアルタイムの速報、1分か2分ぐらい遅れて状況がこう通知されてくるって、余計どうにもならないっていう。その場合は実はもう、こちらの時間時ぐらいもう終わってるっていう状況とか、後でニュース見たら、なんとか満塁の場面とか、横浜ベイスターズの方も作れていて、で、まあ、そこを、逆に抑え込まれているような状態で、まあ、横浜ベイスターズさんの方は昨日負けていた。で、かたやちょっとその、日本球界全体の話だけ、先ほど山本由伸投手の話に戻しますか。最初のね、ノーアウト満塁で、そこから、ツーストライク簡単にカーブで取りに行った後、3球目、あれもう、勝負しに行ってるんでしょ？もうカーブで行くっていう。3球勝負でカーブ。普通考えられない状態で、で、相手バッターの振り方もわかりました。カーブ来るって分かっていて、振っていて、空振ってる。で、振った瞬間、負けって言ってませんでした。で、その後簡単に抑え込んでいくんですけども、その簡単に抑え込んでるように見えるんですけども、内容きすぎました。低めの右バッターに対しての、ボール、あれは完全にボール。その、僕は言ってたね、その低めの、あの辺は本当はストライクゾーンって言ってる話は、構えた時の膝の部分、その、膝がこうあったとするじゃないですか。それは膝、ここまで膝じゃないですか。その、下のところの部分も。いや、これね、その、プロ野球業界でどういうふうな話が今まであって、その、シーズン開幕を見る限り、肘から膝の上の部分の高さまでしかストライクゾーン取ってないんですよ。まあ、微妙な判定のところで、まあ、どちらかなっていうジャッジ、その部分だったとしても、まあ、それはもちろんある程度発生したりはしてるんですけども、それ多分ね、昔の、その、メジャーの、メジャーのホームランの数更新。
サミー・ソーサさんとかマーク・マグワイアさんとかその後のバリー・ボンズさんの73本っていうあの時のことも僕もしっかり覚えてますから、まああの時のその僕のその話を覚えてくれてる人たち、ちゃんとパソコンに記録とか残してくれてる人たち、ちゃんと僕頭なんか貸しますっていう話もうみんなの前でこう公言してましたから、あの時のねストライクゾーンでもう行くしかないの話になってます、もしかして。だからもう国際線でね、その僕もついついそういう話、その全面公開でストライクゾーン、今肘から膝までの高さで、膝のその上の部分の高さでその試合してますを公言して言ってくれなかったら、僕からしたら今までちゃんと膝の下の部分のところを通過した時にストライクって言ってるシーンはいっぱいあるんです。本当は多分そうでしょの話なんです。どう考えても普通に考えてもストライクゾーン小さすぎるから、それはそれでちょっと無理あるだろうって本当に思った。これね、身長160センチちょうどぐらいの人がバッターボックスだった時にボラピッチャーの人でね、身長160センチの人相手にボールなんかもう普段からもう投げたことないでしょ、そこ低めのストライクゾーンちゃんと入れます。そういう話ね、今から10年か10年以上前あって、その高校野球でね、その最初からもうこれその当時もすごい話題になったんですよ、そのスタンスでのバッターボックスの対処方法はこれはどうなんだろうっていうところで、法律上はルールは合法なんですけども、どういう打ち方だったかって言ったら、まあ、仕事場とかでも僕が言ってた内容を聞いて、その多分、そのことに徹底して取り組まれたんだと思うんですけども、もしくはあのテレビを見ていて僕は思ったことを解説席とか聞いてそのことを実現した人がいたんですよ、高校生で身長160センチ台の人でね、2ストライクまで追い込まれたら際どいところのボールは全部ファールで逃げるんですよ。まあ、もうピッチャーとしては本当にコントロールいい人でも5球連続続けて狙ったところにじゃあ投げ込めるかって言ったら微妙にちょっとこうストライクゾーン外れたりだとか、それやっぱりほとんどの人があります、正直。だそれをもうその人はもうその方法をずっと徹底して行って、とにかくフォアボールで出塁する。出塁率がものすごかったですね。ヒット打つか、その、とにかく2ストライクまで追い込まれたら、もう徹底的に粘る。で、3ボールまで来たら、それはそれで粘って、とにかくフォアボールで出るっていう。まあまあ、ある意味ね、その身長160センチの人でも、チームとして見ると、戦力になるっていう、そういう、まあ、試合の仕方、の人だったんですけども、まあそういう部分とかもいろいろあって、そのもともとそのストライクゾーン、その世界大会とかってね、膝の上の高さでした、そのストライクゾーン。膝の範囲内をストライクゾーンとしてませんでした。だから膝ってある、まあ大体これぐらいが膝の大きさじゃないですか。まあ体大きい人だったらもうちょっとこれぐらいあるかもしれませんけども、もう本当にすごく体の大きい人、2メートル前後の人、今プロ野球業界でもあんまり珍しくないですから、膝の上の高さと膝の下のところまでの高さを取るんだったら完全にボール1個分ぐらい違ってきますから、その辺のところでね、だから当初、いやそこ、いや僕もね頭の中であれこれ考えるんですよ、コンピューターに頭の中見られてるからそこ、いや審判のジャッジにこれ従わなかったらどうしようっていう、いや本音で言うとそこはいやストライクでしょって思ってるんですけども本当はだけどもそれジャッジしてないところで、明らかに今のはその上の高さだったとしてもそこストライクそれも見かけてるし、もう今日もYouTube をもう寝転がってね、見てたから、まあ顔もこんな顔なんですけども自然と出てきたんです、
ストライクなのにボールと言われてしまったシュートかみたいな内容のもの。それちゃんと写真撮っときゃよかったんですけども、まだ検索ワードはしっかりとわからないんですけども、もう何回見ても全部その週で出てくるその動画の、つなぎ合わせて、もうみんなね、もういろんなピッチャーの人は本当は経験してるんですよ。そこどう見てもストライクゾーンなのに、平気で審判がボール。あれ何なんですよ。キワキワの際どいところで、そのね、本当にどちらとしてもそのボールとして審判がジャッジしてもストライクとジャッジしてもおかしくないボールっていうのは本当にごく稀にあります。でそういうのだったら分かるんですよ。で、その辺のところでね、その審判の人も頭の中うんぬんっていうのはあると思うんですよ、実際。で、まあ何が起きてるかうんぬんのところで。だからまあ、ある程度のそのジャッジの失敗っていうのは、それはあると思いますし、本当に際どいタイミングって、まあスローモーションで基本的に見なければ、分からない。で、ただ、その明らかに低めの膝から完全に上の位置でコース完全に真ん中上でボールで、これ阪神タイガースのピッチャーとかだけじゃなくて広島のピッチャーもそうだし、巨人の菅野投手もそれに9連続でやってやって、これね、そのシーズンね、そのこれその時が何日の試合とかの表示はされてなかったんですけども、もしかしたらそのシーズン最初の方にね、後からこれ検証してみたら、彼ももうリアルタイムで見てましたけど、もうどう見てもストライクに見えてますっていう内容をやってきてるとで、例えばニュースとかでもね、まあ基本的に他の地方の人たちの試合ってまずこっちの関西では放送されませんから、なかなかまずニュースの放送とかを見ていて、他の球団の人とかね、さ、明らかに、いや今のストライクでしょっていうのあるから、それね、前半の方で、いややっぱりこれ何回見てもストライクやでっていうのはこれ積もり重なって、で終盤でボール球、ストライク球をボールって判定されてるのか、ボールのところストライクって判定されてるのか、それもうちゃんとルールを開示してもらえません。そうじゃなかったらもう見てる方も試合取り行っても、今も平日だからヘラヘラヘラ笑いながら言いますけども、そんなの試合中にこんな状態になったら絶対負けますから、これだから勝たせなきゃならない、その、基本的に今までね、優勝回数が少なかったところ。だから今年で言うと、横浜、DeNA さん。で、パリーグで言うと、楽天と、ロッテさん。なんとか仕上げなきゃなんない。そこで審判が全部逆の行動されて、全部ちぐはぐなってくるでしょ。その、去年も何回も指摘して、検証してもらってますけども、審判のジャッジが覆った、その点数の差配の部分のところで、ね、経営者の考え方の方。あの考え方もどうかなって僕も思うんですけども、サッカーの試合とかと、含めて。で、人間が結局コンピューターによって、その特定のところまで差配、動かされてる、決定づけられてるっていう現実があるじゃないですか。だからまあその世界もどうかなとは思うんですけども、やっぱね、その、去年の阪神タイガースの試合をして何回も指摘しましたけども、得点とかホームページに書き込んでる内容とかで、得点が何点あるかとか分かってるから、こちらとしても。でそれで、試合がね、審判の人がジャッジを間違えてしまうと得点の入り方が逆になるっていう部分、特にその黒を着てるところをお願いでした。黒だけは着ないでほしいっていう、それでね、これね、だから僕もこれだけ本当は自分の、ね、賃金の不払いの件とかいろんな件でね、本当は裁判進めなきゃならないのに、なかなかその方向に僕自身も動けなくなってるんですよ、日々の取り組み方として。
普通野球の試合をその投げ出すじゃないですけども、その野球の試合の時間帯こうパソコンいろいろ打ち込んだりしていて、それで勝つっていう方法もありますから、それでいいんじゃないのかってまあ思われる方もいますし、ただまあその辺のところでね、まあ試合、うん、文章もね、あ、頭の中それ文章打ち込みながら取られてる時、後から文章見たらやっぱりこの文章の書き方だったら分かりにくいわっていうのがあるんですよ。だから普通にその、うん、訴訟費用の救助申請が通って裁判が始まってるケースのその文章の書き方と見比べると明らかに文章能力が落ちてるんです。訴訟費用の救助申請が通るのってもう勝訴の見込みがある時で、もういろんなものを大体揃えてるんですよね、証拠とかで、あと文章の書き方とかある程度揃ってるっていうんで、だからね、今も俺が行くわっていう、今日もね、うん、この声電波から何回も聞こえてるんですけども、まあまあこれも録画をしていて、子供の頃の声で聞こえてきてるんで、その同級生っていう今度は岡田さんの声聞こえてきたんです。子供俺が行くわっていう声は岡田さんじゃないですよ。だからコンピューターとして、コンピューターはそのエシロンとか富岳とかのエシロンという機能で、富岳っていう日本のスーパーコンピューターにデータも蓄積されてますから、その岡田監督の声今そのタイミングでCって言ってきましたけど、その前にいつもこの説明したと思うんですけども、ラルク・アンシエルのドラムの小倉幸宏というものは僕と同じ同級生、小学校は同じだったものなんですけども、幼稚園も同じだったと思います。でそのものの声だと思うんですよ、子供の頃の声。ちょっとね、あの声が似通ってる人の声も結構あるんです。対象者が増えれば増えるほどこれ精査が難しくなるんですけども、その電波でその俺が行くわって言ったことを僕は言った瞬間にコンピューターは岡田監督の声でシーって言ってきてると思うんですよ。でだからコンピューターからしたら今までの僕の行動でデータ的にも統計取ってるし、多分言うだろうなっていうのが分かってるから、最悪未来からの情報でそれを言わそうとしてる。要するに阪神タイガースがそのお金を払う云々とか、だからそれを言うと本当はプロ野球業界全体、ワールドベースボールクラシックの件とかもあるかも、それはもう絶対確定的なことで、それも報道関係のね、スポーツキャスターとか、まあ、一般的な政治経済の報道関係の人たちも、それはもういろんなとこから話が入ってくるから、それも分かってることであって、そのコンピューターとしてもそのデータを持ってるのであって、それは阪神タイガースだけの責任じゃないでしょっていう話で僕としても持っていきたいですし、あ、まあ、あのコンピューターとしては僕の喋り方だけでも見ると、先ほどまでの内容だとそのお金の支払いのところでそのスポーツ業界からっていうことを、まあ、言わせてあげなきゃならないっていう方向性でもそういうふうな稼働の仕方をしてるとも受け止めれますし、それがまあ勝ち負けの方向のところで、まあ多分善意の方でのコンピューターの稼働の仕方だと思いますよ。このタイミングでその誰かの声を使ったらそれはどういうふうに受け止めかねられないとか、そういうふうなところで、まあ、うん、だからまあこの辺のところを歩いてる人たちとか、だから何が聞こえてきてその歩いているのかのところで、本当に理性がしっかりしてる人であれば僕の家にちゃんと訪ねに来ることができるんですよ。結局理性がしっかりしてないから、どう言ったらいいんですかね、基本的に僕の勤務先での立場って末端の立場が多かった。で、まあ、一応神戸市立ホテルフラパークのレストランで、まあ、24歳ぐらいの頃に店長はさせてもらったんですけども、24歳から5歳にかけてかな、24歳の頃かな、24歳の頃ですね。まあ、まあ、基本的に人材派遣会社という立場ですから末端なんですよね。で、まあ仕事
人をとにかく全力で取り組まなければならない派遣切り云々とかがやっぱりあるっていう状況で、まあその仕事を基本的に全力で取り組まなきゃならないっていう方がこうどうしてもこう先行するような思考回路に、僕だけじゃなくて多分もうみんなそうだと思うんですよ。だからその早く仕事をこなさなければならない、これをこの期間までに片付けなければならない、これがしっかりとこうある人間であれば多分僕の家に訪ねることぐらいは簡単にできると思うんですよ。だその来た時にそのだから僕の方も例えば小林真弥という女性アナウンサー、僕との結婚話を飲んで家に来てもらうに言ってで一回来たことがあったんですけども、あれノックしてましたっけ、インターホン押してましたっけ、だけども親とお話をしていて、その線路の前のところの踏切のところの前に15時に来てほしいで来ていた時と2種類のパターンあるんですけども、自分から言い出したことなのに、まあもちろん返答がないっていう部分もありますよ。そこでちゃんと返答してくれていたら、返答っていうのはその会うとかそういうふうな言葉じゃなくて、何月何日の何時にそれちゃんとその時間に行きますとかそういう返答があったら、そこでねちゃんとメモして忘れんようにこうテーブルの上に置いとこうとか、毎日それが目の視界に入れば、さすがにそれを忘れることがなくなってきますから、対処方法とかありますけども。ただね、母親と話をしていて、自宅にインターホンをしに来たとき、多分小林真弥だと思うんですけども、その時も確か15時だったと思うんですけど、14時55分に母親に僕言ってるんですよ。もうすぐしたら小林真弥が来るはずだからって言ってるんですけども、母親は小林真弥という存在を、まあ、その、出てる番組とかを見てないがゆえに、どういう人かよくわからない。誰それっていう状態なんですよね。で、僕は説明してるということは、その5分前まではそのことに僕は集中してる状態だったわけじゃないですか。だけども、インターンを押した時にね、僕も小林真弥が頭に来るっていうのが頭がなくなってたんですよ。記憶を取られるんです。でコンピューターはそれができてしまう、神がかり的な力によって。だからそれは何を元にしてそういうような仕組みになってるかっていうところを理解してなかったら対処のしようがない。でコンピューターははっきりと言葉に出してそれを言ってきたことがあって今からもう5年くらい前ですかね。だからその記憶取るわって言ってきた記憶の件に関して、だからそれを聞くことによってコンピューターが意図的にコンピューター判断で記憶を取ることができると、それは僕の中で明確になってからいっぱい記憶をこうつけ始めたりとか、ああいうふうなことをし始めたんですけどもあこの社会無理だわと。だから特典だから河川水門外式玉発電とかがそのもう略して言いますけど、水ちゃんと貯水してっていうことになるんですけど、ああいったものがね、一向に作れてない時点で、本当は多分みんな何かあると思うんですよ。国会議員の人たちとかももともとはその法律に長けていて、それまでに相当な努力をしている人たちであって、その努力の仕方がね、その、まあ、スポーツ界とその文書型とはだいぶ方向性が違いますけども、だけども、まあ、全共通して言えるのは、絶対この社会って競争の部分がどうしてもありますから、まあ、絶対こう努力しなければならない状態っていうのは全員作られていると。で、まあ、そこまで国会議員までなろうと思ったら、まあ、形はどうにせよ、相当な努力をしなければならないし、ただ、急に選挙を受かったとしても、その N 党さんのところとかね、女子48党か何かそういう党とかも出てきましたけども、その、アップロードされてる動画、僕のホームページ、淡井圭介の時の271番か2番かの、それぐらいのところ、国会議員の人たちでもこうなりますっていう、訴訟されて、で、差し押さえられて、で、もう、その女性の人はね、もう、号泣してると。で、
だからまあその上の方の世界って法律身につけてないまま飛び込んで身動き取れるかって取れないし、法律身につけて飛び込んでももう最初からいろんな前提がたくさん問題が山積みだから、党として入ったら党としての責任があるでしょの話をされたらもう逃げはなくなるんですよ。だからまあ今自民党の中では何々会ってまあ5つぐらいの会に分けて何々会という範囲内でこれを済ませてもらわんかったらこうもう政府全体が総崩れになるっていうところの状況、まあまあそれ言い出したのは僕なんですけどね、その政治倫理審査委員会が始まってますけども、しっかりとした内容、その不記載だのなんだのっていう話でしたけども、多分水面下ではその建設業がなぜこんなに稼働して、高速道路作ろうとしてるんだっていうところ、昨年僕は河川水門外式玉発電の撮影を加古川との上流する河川、そのしじみ川、まあ、途中で美濃川と合流して美濃川っていう河川に変わるんですけども、兵庫県の加古川のちょっと上流のところの河川、まあ、その上流をたどっていくと僕の家のある程度近くのところからの河川になるんですよ。それずっと歩いていって撮影してるんですけども、最終的に新しくまた高速道路をつなげようとして山くり抜こうとしてるわ、今日もうとんでもない橋脚立てようとしてるわ、もう土台置いてるんで、あの丘削り始めてるわ、自分の家の斜め前のところは、そこはあの道路工事じゃないんですけども、もう最悪多分それパチンコ店系か港南、どちらか工事2つあるんですよ。どちらか港南で、どちらかこれ遊技場って書いてるけども、これパチンコ屋作るつもりちゃうのなっていうような状態で、もうそこ竹やぶだったから、それかまど発電用のね、あの竹放っていても竹は根元から生えてきますから、あの勝手につぎつぎ生えてきてくれるから、あの枯れてる竹から集めていくだけでももう何百本とありましたから、なんかそんなところをもう竹ごと刈られて全部ほぼほぼ全部で丘削り始めて、もうガソリンどれだけ消費するか、山削ってるのと同じですから丘を削るっていうのはずっともう何年も前から、もうそれでそのこの建築業界ってどうなってるんだっていうことで、その動画で最後の方でね、100人ぐらいもう告訴せーってものすごい勢い起こったのが去年のまあ10月下旬か11月ぐらいですね。それでまあその後いろいろああいう話になって、もう多分その辺のところの話も多分出ているんだと思います。ねえ、まあ話だいぶそれで、まあ同じ話になって申し訳ないんですけど、山本由伸のそこストライクゾーンじゃないや。それはもう今までのその膝が下のところまでの部分で通過してもちゃんとあの上の部分じゃなくね、下の部分のところを通過しても、要するに膝の上と下の部分のところを通過したらちゃんとストライクを取ってるケースの時でも、それは完全に膝の下の部分よりももう下でしょって、それ横のところはでもインコースなんです、ベースの上多分通過してないでしょ。山本由伸投手って右ピッチャーでしたよね確か、で右打者だったんですよ。左ピッチャーでプレートの一番左端に立ってクロスファイヤー気味に投げたら、それは味方によったらまあ今キャッチングしてるところはああいう位置だけども、だからベース上は通過してる可能性はあるなっていうのは、それはありますありますよありますよありますけども、右倒しでしょ。もう僕もこの事態どうしたらいいか分からない。どう対応したらいいの。何の話し合いが上の方であるんですって、スポーツ国際司法裁判所で話一体どうなってます、ルール作りって、コンピューターのその設定とか、それもう今もうみんなそこまで分かってますかの話だと思うんですよ。なその何か聞こえてくる内容に関しても、世の中難易度上がりすぎて、こんなのもう
人間のすることじゃな対処できるような範囲ってなくなってきてるでしょっていう状態だから、もうこれをまず本当はどうにかしなきゃならないっていう話なんですけども、もう褒めたらいいんですか、この間のその山本でした0点で抑えてる話。ただシーズン初めに5失点してる時あったじゃないですか。その時の VTR をまずフルで見なければわからない話にもなるんですよ。もしかしたらストライクゾーンをボールって言われてそういう点取られていて5失点だったのかもしれないですし、誤りの失点、5失点その間違ってる方の誤りですよ。まあ、謝罪の方の誤りの方にも見えてくるときは見えてくるんですけど、それまでのストライクゾーンの話とか、なかなかこれはないんですけども、ファールかフェアかの部分、一番多いのはやっぱりポールのあたりですよね。まあ先にこれでもはっきり分かるようにしておきましょう。打球自体が本当にこれね、ポールの上を飛び越えていかれたときにこれ打球は特にこうね、これが、まあ僕から見て、まあ、ライト方向のラインだったとしましょう。でそしたら打球はね、こう飛んでいくとき、これがボールの上に行かれたときに、VTR スローモーションで見て、打球ははっきり見えないんですよ、ボール自体が。ボール自体が。途中まで飛んでいくところは見えてるんですよ。ポールの一番上のところに到達したとき、そこでボールがどの辺にあるのか、これは見えたら分かるんですけども、それスローモーションでも見えないんです。あんなみんな絶対無理、正確なチャッチ絶対後で悩むから、真面目な人、真面目な審判の人、あれホームランって言ったけど、あれのところはファールだったかもしれへんなって絶対なると思いますよ。だって指標になるボールの上に行かれてるんだスローモーションで見た、ボールはっきり見えない、観客の人たちのそのまあ人によるのかな、そのスローモーションとかでも画像がぼやけて、静止のところでも動画がぼやけてる時あるじゃないですか。我だってもうお手上げでしょ、本当のところこれどうなの。まああとはライン際のところのフェアかファールのところで、まあオンラインのルールがあるから、まあ大体のところはフェアかファールか、まあ大体わかりますけども、まあこれね、まあバレーボール界とかバドミントンとかでもあるんですけども、特にバレーボールオンラインのルールのその、まあ、サッカーでも三笘の1ミリってあったじゃないですかボール外に出てるか出てないかでオンラインルールでね、完全にボールが外に出なかったらダメなんですよ。完全が外にボールに出たらそこでプレーが中断して、例えば相手が攻撃して相手というかこう攻撃してるオフェンス側がね、相手のその守備陣地でこうゴールの横のラインを越えたら、それは最後に触ったのがその攻撃側だったとしたら、それはゴールキックから始まりますし、それがディフェンダーの意図が最後触ったんだとしたらコーナーキックから始まりますし、まあその場面は日本人の選手が最後に触った場面で、絶対に三笘選手がコーナリングを上げなきゃならない場面で、三笘の1ミリって呼ばれてる、それ後からビデオ判定してみたら、ちゃんと真上から見たらボール残ってるんですよね、ラインの上にまだ一部分は残ってるんです。こう球体があったら こっちの方、本当にもう紙一重の世界で、まあ、ああいうふうな内容はバレーボールでもちょこちょこやっぱりありますね。基本的にはライン際とか、その相手選手、そのアタック打つ時とかでも空いてるところ狙わなきゃならないじゃないですか。その野球で例えると、
まさかの打撃陣がちゃんと勝ちに行ってる時に相手の守備選手めがけてだけ打ったりしないでしょ。そんなところ打ち込んだって取られるから真正面にだけ打っても左右とかでこう野手の間狙って打たなきゃなんないからっていう、まあそれとも同じで基本的にライン際とかを狙ったりとかしますから、やっぱりそういうところオンラインかどうかっていう微妙な部分で、あとはまあ試合の勝ち負け、特にテレビ見ながら取り組んでる時に、僕は基本的に頭を貸してる時に認識力は低下してる時は多いですから、なんかそれは、まあ、角度的には本当はビデオ検証しなきゃなかなかみんなわからない、観客席にいる人たちでも頭の中を貸してなかったとしても、しっかり見える位置だったとしても、角度的にもやっぱり真上とかから見なかったらオンラインかどうかなんか、これはもう やっぱりはっきりわからない。だからバレーボールって審判の人たち、まあ、バドミントンもそうだったと思うんですけども、卓球もそうですけども、真横に座ってらっしゃるでしょ。テニスもそうだったと思うんですけども、じゃあこれね、こう枠があって、こう自分が手前に座って奥の方のラインのところね、あんなとこオンラインかどうかなんか絶対分かるわけないでしょ。真ん中の中央に座ってるんですから、真上から見なかったら分かるわけないんですから、角度的に。ある程度昔は大体のところとプラスアルファでこれ勢いでジャッジしませんでしたっていうところはいっぱいありますね。他国の人たちもそうなんですけどね。まあまあその辺のところはもうある程度ビデオ判定を活用しなきゃならないんですけども、まあ、あとは最終的な AI の加工2回 VTR 流してきたりとか、同じ回数この間動画で言ったから、まあいいですかね、まあ、佐藤輝明選手のそのホームにスライディングした時の、最初何回も再生されてる時の、VTR では僕から見たらセーフですね。その足が最終的にホームベースに対して浮いてるか浮いてないかなんですよ。で、解説席でこの掛布さんが浮いてるかもしれませんねを言い始めて、次から浮いてるとかいうことを言い始めたら、その後の映像、足がこうホームベースのとこの上ちょっと浮いてる映像に変わってると思うんですよね。どうしますこの世の中、本当にもうこれ本当これなかなか言い出しにくいんですけども、いやなぜ言い出しにくいかって言ったら、僕が言ったからそれ内容変わったらどうしようとかもありますから、裁判所の証拠どうしますこんな世の中。もうだから僕はテレビとかでね、その報道を撮影して、その内容と普通に放送されてる内容を照らし合わせてみると、ワイプの部分、普通の放送じゃもうなくなってるだとか、ワイプでの受け答え、僕とそれがあるから、まだ法廷でもね、その僕が裁判した時にね、裁判官の方から言ってこられる方は言ってこられたんですよ。この件はテレビ局のことはいいですよねっていうことを法廷で、私たちもその話になるとお手上げになる時もあるんですって、もう多分昔からあるんだと思いますよ本当に。まあちょっとショッキングな話だったかもしれませんけど、僕もね、明日からこう試合の勝ち負けどう気持ちの切り替えとか、もうみんなそうだと思いますよ。スポーツ選手全員そうだと思うし、審判の人も後から自分がコンピューターに騙されていたからどうしようと、あとすごく真面目で善意ある人は、自分の方の考え方で頭の中見られてコンピューターの映像が変わったらどうしようってなるでしょう。むしろそれでこそ人間だと思いますよ。だからもうそれぐらいのところまで踏み込んで腹割った話しなかったら、やっぱりまあ、プロ野球界なんか一試合一試合結構お客さん来るじゃないですか、安定してある程度。例えば去年の
まあ、最下位だった中日ドラゴンズさんでも最下位独走していたのに土日祝日とかだったら8000人とかお客さん来てましたから、やっぱり動いてる金額って大きいじゃないですか。これもう皆さんどうしますって、これ結論出せる人います？こんなむちゃくちゃな世の中で。もう本当国連何してんのと、あともう IT 関係の会社もう新しいアプリもう何も作らなくていいから、もうこういうのこういうところちゃんと本当のことだけにあの AI 稼働しなきゃならないようで、もう固定さすことをまず皆さんでしましょうと、まあそういうことです。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。もう休みの日だからね、こんなにヘラヘラヘラ笑ってますけども、これもスポーツの試合でもうそれで負けたりした時のこっちの心境、本当にそれでまた1週間前3月31日のサタデーステーション高島番組の最後の方でもうスポーツの勝ち負けじゃないと思うんですよ。もうねお天気のニュースね番組の最初の方でしておいて、次はお天気のコーナーですって言っといて、ごめんなさいってこう謝ってくるんですよ。その天気の放送を先にして、でそれをあれ意図的にそういうふりをしてるんです。それでそのごめんなさいを言い出そうとして言ってる。でその後笑うんですよやたらと。でその前にその数日前かなその後かなもう忘れましたけども、こういう風にね撮影してる時に 何か外で気配をして何かこう電波で聞かせて窓をこういう風にガチャって、昼間なんですけど昼間昼過ぎガチャって開けて明るいから、まああなた一応歩いてる人がいることぐらいは認識ですできるできます、女性か男性かぐらいは。だからあの距離ですから顔ははっきり見えるかっていうとそうじゃないで、高島彩らしき人間と、もう一人、まあ、あのどっかで見覚えがあるなと、テレビに出てる女性じゃないですけども、何回かここの廊下別の芸能人と一緒に歩いてた、女性なんですけども、高島彩が黒い服を着て歩いてたんじゃないかなと思うんですよ。黒いスーツを着てね、もうその時はこう喋ってる途中っていうこともあって、もう撮影してもうこの距離だからもうあんなの誰が来たか分かんないっていうことをその動画でも僕は言ってるんですけども、あんなの絶対無理って距離的にもって顔なんか分かるわけがないって言って、でもうそれでねもう3月31日高島はもうヘラヘラヘラ笑ってるんですけども、もうあの状態もうなんかもう悪いことしてもう笑ってるんですよ。もうその状態だからもうしていいことと悪いことがあるから、もういろんな部分でお手上げなのに僕までもうどうでもいいわになったらどうします、本当にこの世の中、本当にこのもう河川水門海域ダム発電も川田発電も何にも始まらなくなって、最低でも都会でもね薪ストーブは必要なんですよ。まあ薪ストーブなんかもう簡単ですよ。煙突つけて中金属の囲い、あとは閉めるところ入り口ガチャッと開けて閉じておくって、もうそこに何でも燃えやすい紙とか何でも入れてね燃やしときゃいいから、もう半年ぐらいあったら春から秋にかけてもうストックしておけるから、燃やせるもの紙類とかもそうですし、もう最低限することしなきゃなんないのにね、もう野球に置き換えるとノーアウト1、2塁ないのにバントしないでその1点差を争うしまずないと思いますよ。なんかけど高校野球とかで、ね、でもね昔打つことにこだわってもう最初から公言してこられていたチームっていうのは昔あったんですよ。四国の観音寺中央か観音寺っていう高校ですね。なぜ名前に観音寺っていう名前がついてた高校なんですけども、もうこの大会うちはバントしませんっていうことを公言してとにかく打つ、けどその約束を守ってるからなのかやたらと打って得点はしてましたね。だからそれはそれでその謎とかの解明とかもあるんですけども、だけど僕はその領域に踏み込むのはそれは多分プロじゃないっていう認識あるし、自分もそれを公言してきたし、それもうプロ野球年間でだいたい140試合ぐらいするから、もうみんなそれ結論として絶対出てるじゃないですか。
そこ絶対バントだって2、3塁まで進めたら、あと深いところまで外野フライ打てば1点入るんだから、例えばホームランバッターとか、だから2日前じゃなくて昨日の試合ですかね、あのヤクルトスワローズのオスナ選手に才木投手がね、まあ、あのストレート一応ハイフォーのピッチャーですけども、高めのインコース、いやまあ球が速ければさ威力はあって飛距離は出にくいんですけども、それはアウトローとかそのあたり、右バッターに対し、まあまあ、あのまあ左打者に対してもアウトローだったらまあまあまあいいんですけども、低めのね、そのあたりも本当にマシンで捉えない限り飛距離出ないから、ちょっとでも芯を外れたらもう絶対ホームランなんか方法無理になってくるんですよ。だまあいろいろ神がかり的な力込みでバット降りながらホームランもあるっていう話で、海外の選手にできて日本人にできないわけがないっていう、その考え方の方向から、今ちゃんと背の大きい人いっぱいいるから大丈夫って、できる人はできるからっていうことも、これも日本人で実現せなあかんっていうことで、日本人でもそれちゃんと達成した人はいるんですよ、バット降りながらでもホームラン。まあまあ大谷翔平もその中の一人なんですけども、ちゃんと見てわかる、完全にバットが折れてる、形的にバキッて折れてる方、完全に折れて、それでもホームランちゃんとなってる時あるから、もうみんなあの世界になったらもう科学者もお手上げ、嘘って。なんでバット折れてんのにあんなに飛んでいくのって、ほんと、まあまあちょっと話がだいぶそれてしまいましたけども、永遠に話すおうなんで、もうこれぐらいにやめときますね。話すことはいくらでもあるんですよ、そこにそういう動画まで一緒に放送したら多分僕の番組の方が面白いよと。いろんな意味ですごいと笑う方両方絶対いっぱい知ってるからまあまあもうまだ晩ご飯炊いてないんで、もう本当にもう晩ご飯炊き始めるともう危ないなっていう時刻になってきてますんで、もうこれぐらいにしておきますね。以上です。